犬笛犬笛とは犬や猫の訓練などに用いられるホイッスルの一種。フランシス・ゴルトンが発明したことからゴールトンホイッスルとも呼ばれる。犬笛が発することのできる音の周波数の範囲は人の過長範囲を大きく上回っている。返して犬笛は1万6 0 0 0ルツから2 2 0 0 0ルツの音を出せるが、人の耳は2万ヘルツの音までしか聞き取ることができない。 犬笛の中には発する音の周波数を任意の高さに変更できるようにスライド式の調節機構が備わっているものもある。しかしながら人に聞こえる音を出さないように調節すると遠くまで届かずまた障害物や高低差にも弱くなるので実用になるのは人にも十分聞き取れる程度の周波数域である。トレーナーは犬笛の使い方次第で犬の関心を引いたり しつけのために罰を与えたり、たやすくできるようにもなる。このような呼気によって、音を出す笛の他に、電子的に人の過剰波を超えた音を出す装置もまた、犬笛と呼ばれることがある。それは、圧電エミッターを利用し、超音波を出す装置であるという。これらのような笛は、人の過剰範囲を調べるために使われることもある。また、物理学の公開実験に用いられることもある。 犬ぶれは犬には聞き取ることができるが、人の耳では聞き取ることができない音を発することから、転じて特定の層を意識して暗号のような表現を使いメッセージを発信し、人心を操る政治手法のことを指して犬ぶれと呼ぶことがある。ありがとうございます。